はい、どうも、たんじです。それでは第2話やっていきたいと思います。まずインターミッションですけども、スキルパーツ、コウジ君にガンファイトつけます。で、強化パーツがネオオクサにしようかな。サーボモーターつけます。で、プロペラタンクは売っちゃいますね。で、機体武器改造で G ガンナーの武器1個とフォアガンナーの武器1個を上げます。で、PU 編成、パーティーユニットですかね、編成で、コアガンナー、 G ガンナーで、でちょっとね、ボスが、逃げるボスが次出ちゃうんですよね。第2話からいきなりかよって感じなんですけど、それをなんとか倒すために、まあ、G ガンナーとコアガンナーをパーティーにしたって感じですね。さて、第2話始まりましたね。この辺の主人公機は出撃はしてますが、まあ、基本的には戦わないというところで、右上の方にでも移動しときますか。この辺からね、ぞろぞろと主人公機以外のキャラが入ってくるので、まあまあ1話みたいな苦労はしないんじゃないかなと思うんですけども。さて、建物に貼りますか。主力はこの2体ですね。ネオオクサとコアガンナーで、このゼルガイアっていうのがなんか HP30% 以下で、まあ、6000以下ですね、で撤退するみたいなんですよね。これが結構厄介。倒すとスキルアイテムとかね、手に入るんでね。で、デモオンにしときますね。で、こうやってチームを組むと援護防御とか援護攻撃とかが発動するようになりますね。援護防御がレベル1だと1ターンにつき1回だけ発動するみたいな、援護攻撃がレベル1だと1ターンに1回だけ発動するみたいな感じですね。なんかあとレベルによってその援護した時のダメージ量とかにも差が出るみたいですけどね。ちょっとあんまり詳しくはわからないというか、まあ調べたら出てくるんですけど、確かレベル1で 80%、森一本でロボット戦おうとしたみたいですね。かなり無茶だ。援護攻撃がレベル1だと 80%、 レベル2だと 90%、 レベル3だと 100% ダメージ与えられるみたいな感じだったと思いますね。さてと、グラビティボンバーは空でもいけるのか。今回はボスボロットがいるので、補給もねできるっていうのがでかいですね。
ちゃんと集中攻撃で戦っていきましょうか。ゼルガイアは別にターン数とかでは逃げないので、一体一体確実に倒していきますね。あ、でももしかしたらゼルガイア以外の敵を全滅させると逃げちゃうかもしれないな。確かそんな感じだった気がしますね。ちょっとそれだけ気をつけますね。で、しずるさんはヒット&アウェイだったかな。アンダーウェイですね、持ってるので攻撃した後動けるんですよね。あ、 HP 減ってないからダイアナの回復が、オスボロットがねこの辺のパンチができるぐらいなんですけど、これが地上しか行けないのでね、ちょっと使いづらいですね。こんだけ逃げときは大丈夫ですかね。本当はマジンガー Z のルストハリケーンがあると防御力低下みたいのが狙えるんでいいんですけど、ちょっと使えないんですよね。あれかな、コウジ君の気力をちょっと上げとかないとボスに最強のスキルは打てないっていうのがありそうですね。ここハンドミサイルにしときます。まあ、HP 高いやつを狙ってくるっていう話なので、大空魔竜はこう戦艦はねよく狙われるんですよね。だからこいつをデコイにして相手を削って他のやつでとどめを刺すみたいな戦略にほとんどなるかなと思うんですよね。気力勝手に上がるのか。キルでしたね。で、サブ機のストロングバスターが、いや、気力110か。じゃあ結構簡単に撃てますね。あ、クリティカルダさん倒せない
こいつでいいかな。ボロットなんだったらネオオクサーの料金にしちゃってもいいんですけどね。 PU 編成で、あーそれもありだな。ダイアナは割と修理装置よく使うのであれですけど、ボスボロットな殴れないもんな反撃の方が怖いっていう。あ、大空マリオ移動させてない。来ましたね。これは防御ができるうちに反撃しときたい。大空魔竜に削ってもらわないとみんな HP がやばいですね。3パーでもあったんですね。痛い。そして落ちない。お、エンジェルウォール出てきましたね。1500以上だったら別に何もカットしてくれないと思うんですよね。可能ならあの装甲とか上げとけば発動率上がりますよね、多分。さあこのガイキングがね今回非常に強いみたいなんですけど、まあ、残念ながら使えないのでお休みしてもらいます。で大空魔竜があそっかあれですね、あの武器が増えるんですよね、あのガイキング中に入れると。キラーバイトとザウルカイザー、ガイザーかな。ちょっとなんだあれこいつ加速持ってなかったっけな。ちょっと予習した時はですねあんまり乗せて戦いやんなかったね。あ、変身しちゃうとなくなっちゃうんだ。そっか、これでも変身するとバリアがつくんで移動力が1下がっちゃうんですけどね。変身できるだけしたいんですよね。まあいいや、ゼルガイアを一匹残しとかなきゃいけないの、ちょっとちゃんと忘れないようにしないとな。こいつ2000か、倒せるやついないな。無理しなくてもいいか。
倒して、コアガンナー回復させといた方がいいかな。ボスここにいると狙われますね。ちょっとわざと一歩出て一応反撃できるようにしておきますか。ダイヤだ。反撃しますね。ここはちょっと防御にしておきますか。さすがに、いや、そうですよね。倍食らっちゃったら大変なことになっちゃう。ここは反撃して。あ、これ次攻撃すれば倒せるんじゃないか。ここは反撃するか。ボス倒したら、ボスってゼルガイアですね。ゼルガイア倒したら一回補給したいですね。ゼルガイアまだ全然体力あんな。どれか一体残しとかなきゃいけないから、これを倒して、エネルギー使わないんでした。わざわざなんでこっち使っちゃったんだ。ひらめきやりながら殴ってきますか。スナイパーシュート、もう弾が、あ、この位置ストロングバスター打てないですね。それはまずいな。打った後にちょっと移動しますか。2300ダメージある程度覚えとかないと。2500、うーん、サウルカイサ打ってよ。3064、防御、3064か、めっちゃ際どいところだな。クリティカル補正プラス10か、大丈夫かな。いや、もうセーブロードできないんで一発やるしかないですね。頼む、クリティカル出るな。おし、来ましたね。これちょうどいい、ちょうどいい具合に減りましたね。6252、これで倒せなかったらもう無理だな。ダメージアップ系はないと。根性、腹痛、必中、あ、でも腹痛、あ、一発はやられないですね。祝福だけもらっといて、ストロングバスターを決める。で、あれ、え、なんで援護できないの。ああ、できるか。あ、弾が切れてたからやらなかったんですね。
さあ行きましょう。危な、めちゃめちゃギリギリでしたね200ぐらいしかオーバーしなかった。改造とかちゃんとしなかったらやばかったですね。いやポジモーターと SP アップスペアスーパーリペアキットと SP アップレベル1いいの手に入りましたね。いや頑張って倒した甲斐がある。いやー新しい仲間増えましたね。修理装置持ちだとで3000の攻撃持ってるとまあまあいいですね。でこちら補給装置ですね。で3100の攻撃を持ってると悪くない。これも補給装置ですね。で3400の技を持ってるとはあはあ、海が得意ですね。こいつは空飛べなくて海がエースね。こいつは空飛んでんのか。こいつは空だけですね。あ、この敵は逃げないんだ。じゃあオクサで倒していきますか。次のターンに回復させようかな。 HP も回復しときますか。で大空魔竜が四季を持っているのでこいつの周りにいると多分回避率とか照準値とかがちょっと上がるのかな。海で戦わせた方がいいですかね。魚雷って、あ、陸に A なんだ。あ、これですね、敵が、チームになってね、動いてますね。で、変形。回復しようと思ったけど、届かない。
結構強いですね。こいつ海で戦いますか。まあ、見てなさそうな攻撃はできるだけ見るような感じでやっていきますかね。そうするとね、気力が下がっちゃうんだけね、困りますよね。最近のアニメってサブキャラも結構かっこよかったりしますけど、ザ・サブキャラって感じですよね、この辺は。いやでも海で戦えるってのはね、一つ武器ですよね。敵の攻撃とかやっぱり海だと B とかであんまダメージ通らないと思うんで。感じでこの辺とどめさせていけるといいですよね。あと大空魔竜が実は海が A なんですよね。結構これのおかげで相手のダメージあんま受けないっていうのが強いですね。あとはもうなんか処理するだけって感じですかね。ミサイル2500倒せそうかな。デスパーサイト見ますか。どんなだろう。
思った以上にただのビームですね。さてここ交代して、あ、海には入らないんだ。なるほど。あ、いいですね。ボスブロットの補給使っていけば結構レベル上がるのかな。なんか補給っていうと経験値200なのかなってイメージが強いんですけど、経験値200でもあれですよね、多分レベル高いやつにやると魔法性がかかっていくみたいな、こんな感じでしょうからね。ちょっとあんまり後半大空魔竜で撃墜数が かなり増えていくと思うんで、ここはあんまとどめさせたくないですね。とどめは他のやつで。なんか撃墜数が100増えるごとになんかちょっとずつステータスが上がったりするのがあるんですよね確か。補給しますか。経験値どれぐらい入るだろう。280。レベル2の差で280か。レベル1につき 20% とか増えそうですね。パライザー入れて、あ、こいつもボルトパライザー見てないかもしれない。で、キラーバイトで見ておきますか。あ、走行ダウンレベル2結構いいですね。これボス戦とかで使えそうだな。